Japanese manga tells the story of a working man arriving home for dinner, but being scolded by his wife and father for eating too much. It is part of a promotional effort for a popular clinic in Tokyo specialized in weight loss. Japan has only 3.1% obesity rate. Yet, the Japanese government released a study finding that half of all men and 1 in 5 women between the ages of 40 and 74 showed signs of metabolic syndrome. The government then passed a law in 2008 known as the Metabo Law. 保健衛生法という法律の一部で、エンプロイーに、一定の、なんていうんですかね、基準を設けて、それをオーバーしないように、会社として、職場環境として手当てしなさいという、こんな感じなんです。継続的にチェックをすると言って、それでその診断をして、でそれを過ぎたら今度は手当てをする。手当てて処置をすると。でその一つが例えばジムに通わせるとか水泳に行かせるとかというそれも全部その、強制規定強行規定あるいは罰則規定ではないんですねそうすべきだという推奨規定、いうことなんです、はい、当時は会社に勤めてたから保険組合から基準があるので皆さん守るようにしてくださいとで年1回の検査を受ける、まあ、人間ドックっていうかなそれを受けた時も、まあ、あなたはメタボですねとで別のところの相談所に行ってくださいとは言われましたでハイハイと聞いたものの仕事が忙しくてなかなかそちらの方に気を回す時間もなく特にその私は体重もさりながらお腹の周りがね、減らさないかんと思ったんですけど腹筋とかそういう運動でしかないのでちょっと見送った状態で、結局は正しい結果会社から何も言われません また何もメタボですねと、うん、メタボについては日本人と外国人は違う基準値が違うで、BMI って言ったかな要するに体重と身長の関係これでいくと日本の基準があまりにも厳しすぎるだから厳しいから全部メタボになってしまうそれから日本人の薬好きっていうかね慣らされてるそれでいくと製薬メーカーの本当にウハウハする法律になっちゃったんですね例えば2人課長候補がいたと言うとひょっとするとその時にあ彼はちょっとメタボだからな若干自己管理が薄いのかもしれないということでペーパーには出てくるチェックリストではないにしても迷った時の判断に入るかもしれない